ばんは。だいぶ腰はマシです。だいぶ腰はマシダジャレみたい。なんか昨日やばいかもって思ったんですけど、普通に安静にしてたらなんか結局シップは張ってなくって、とりあえず安静にしてたらなんかちょっとマシになりました。でもやっぱちょっと痛い。そうなんです。ケアしっかり、そうですよね。今日はフェスでした。イエーイ。久しぶりのフェスだったんですけど、皆さん見てくれましたか？来てくれた方もいたよね。でも今日金曜日の夜っていうのもあって、時間もさ18時からだったから、難しかったかな。明日はお話し会です。楽しもうね。リアルです。オンラインではなくリアルでお話ができます。よいしょ。こう思ったら低いんですよね。こうしたらいい感じ。でも私の顔が、あ、いい感じ。こうしよう。暗いな。ウリン茶草、新一郎さん、ユウさん、ソリオさん、マリちゃん、ダースーさん、ズーミンさん、ソリオさん、カタカナのタカさん、ギフトありがとう。坂道 FC さん、クマありがとうイエイ、ありがとうございます。クマコジありがとう。タカさん、クジマスさん、おみかんさん、坂道 FC さん、お疲れ、たくさんありがとう。おみかんさん、ふくちゃん、ギフトありがとう。めっちゃ汗かいた。めっちゃ汗かいたし、なんかすごい暑いだけじゃなくて普通に熱いステージだった。と披露した曲は、まず最初に花は誰のもの、暗闇 MC がちょっとあって、で大好きな人、ペダルと車輪と来た道と、あと夢力でまた MC が入って、最後に息をする心パフォーマンスさせていただきました。こんばんは。
暑かった。なんかこの下から撮るの嫌だな、上からがいい。あ、ここ明るくていい。息をする心は、そうです、フルを披露させていただきました。前髪伸びた。どっちでも可愛いけど、やだ。嬉しい、ありがとう。今日午前中にお仕事がさ、普通にさ撮影のお仕事があったからさ、もうメイクがドゥルドゥルです。メイクがドゥルドゥル。キヨさん、だるまありがとう。とっちとっちさん、桜ありがとう。桜餅ありがとう。桜餅、これ柏餅ありがとう。伊博さん、ギフトありがとう。キヨさん、だるまありがとう。ゆきはるさん、ありがとう。疲れた、早起きしたからもう眠い。早起き向いてないから眠い。でも楽しかったな、久しぶりにフェス出られて嬉しかったし、楽しかった。私んとこポストの服可愛かったでしょう。あれ私服なんですよ。明日の服もね可愛いからね、期待しててください。ね、声出し OK だったから声が聞こえてきた。腰はねちょっと痛いけどまだマシ、大丈夫。次皆さんに会えるのはスタジオですね。スタジオでお会いできると思います。りのちゃん、桜ありがとう。ありがとう。ウリンチャソー、ハートありがとう。冷たくないんだ、覚えてる口もない、生きる自然と出されるだけ。前髪伸びたい、前髪すぐ伸びるね。このくしび良い、愛用中。この前買ったコーン、そうです。他のアイドルさんとは全然交流してない。可愛いアイドルさんがあの廊下を歩いてたのを見ました、見てっていうのは
しっかりやってきました。かわいいっていうのはやってきましたよ。でも全然交流とかはしてない。愛子じおじさんはしっかり出してきた。愛子じおじさん発動しました。プリズムさん、くじまささん、ウリンチャソギフトありがとう。カタカンタカさんありがとう。こんばんは。最近愛子じおじさん控えめ。愛子じおじさんね、可愛い子を見ると普通に今でも全然発動してるよ。最近言わなかったけど。あ、今日のコンタクトの調子はいいよ。怖い怖い。見て見て。怖い。人いないでも。あこちゃん会いに来たよ。君だけを求めて会いに来たよ。君と会えるの楽しみにしていたよ。君がどこにいても僕はわかるんだ。だから今日は特別に会いに来たけど、僕は愛子ちゃんのいつもすぐそばにいるから。別に今日来なくてもいつも会えてるからいいんだ。いや、いません、こんな方。こんな方いません。こんな方いません。え、いるんですか？嘘。会ったことない、私そんなこと言う人。会ったことないよ、ないよ、そんな人おらんおらん、いないよ。
なんでフォロー外さんでよ。冗談冗談。後ろによる。あ、こんにちは。あ、さっき私が真似した方ですか。あ、あの部屋ちょっと出て行ってもらっても大丈夫ですか。あの、ここ私の部屋なんで。いました。いました。いました。あの、さっき私が真似した方いました。見えないものが見えてしまいました。冷静すぎる愛こじが一番怖い。ちゃんと足、あ、また来られたんですね。え、ここ私の部屋なんで、ちょっと出ててもらっていいですか。あの、犯罪ですよ。はい。私、あの、あんまり普段怒らないんですけど、やっぱりあの、こういうプライベートな空間に入って来られるとごめんなさい。あと足がないんですけど、あの、お化けですか。お化けですか。足がないですよ。自分ではあると思ってる。あの、おそらくなんですけど、あなたも生きてないと思います。はい。あと、ここ私の部屋なので、あの、取り付くなら、あの、違う方に、はい、お願いします。はい。お化けが来ました。まいった。出て、あの、出ていきました。お化けは帰りました。あ、そう、ドアすり抜けて帰ってた。怖いね。やだやだ。朝礼しとこ。お化けさんは気づいてもらえると嬉しいらしい。あ、そうなんだ。いつもお世話になってますね。最近ちょっと見なかったからね、どこに行かれたかと思ってました。あの、天井にね、気づいたらいつもいますよ ね。お化け歴何年ですか。あ、もうそんななってるんですか。へえ、10年。あ、そうなんだ。まあ、てっきり5年ぐらいかと思ってました。はい。あ、そうなんです。最近何されてたんですか。あー、留学行ってたんですか。海外の方に。あ、日本以外、国外でも天井にいると。へー、留学いいですね。最近帰ってきて私の部屋にまたやってきた感じですか。あー、そうなんですね。すごい。あの、今いつもそのお世話になってるお化けの方とお話ししてます。はい、ありがとうございます。なんか久しぶりに顔が見れて嬉しかったです。はい。でも、あの、ちょっと一言いいですか。ごめんなさい。あの、二度と来ないでください。ごめんなさい。はい、今日はちょっと嬉しかったんですけど、あの、二度と、あの、私の部屋には来ないでください。はい。あ、ごめんなさい、あの、はっきり言っちゃってすいません。はい、はい、さよなら。
どっか行きました。本当に夜出る？こんなことしてたら。私の自然な演技。本当に降りそうじゃない？じゃあちょっとごめんなさい、今から私お化けのみんなと打ち上げしてくるので、お化けのみんなと今ちょっと控えてるんですよ、ここら辺にお化けが3体ぐらい。ちょっと今からお祓いパーティーしたいと思います。ちょっと打ち上げっていうね名前でやってるんですけど、普通にお祓いパーティーをしたいと思います。おはぱです。タコパならタコパーとかそんな感じのおはパーです。塩水です。塩水をね、塩水ですよ飲み物は飲み物は塩水。ジョレイジョレイ、はい、ちょっとふざけるのはここら辺までにしておいて、まあ明日お話し会よろしくお願いします。ではランキング読んで終わりたいと思います。13位津川、12位ゆう、11位きよ、10位あおち、9位うりんちゃそう、8位じゅんや、じゅんや、じゅんや、7位くじまさんくじまさんごめんなさい、何も考えずに、くじまさん、くじまくじまさん。6位ニックネー、5位ソリオさん、4位ひーくん、3位カタカナのタカさん、2位リノンちゃん、1位坂道 FC さん、ありがとうございます。除霊パーティー、除霊パーティーバイバーイ。バイバイ。